はいどうも、タクタクです。シャドウやっていきましょう。さて、ゆのちゃんがどうやらプールのところなんか倒れてるみたいなこと言ってましたが、どこなんですか？ここっすか？明らかに。はい、入ってみましょう。シャドウ。あれ？いねえけど。カレン、ゆのは？リン、シャワールームに入るとカレンだけではなく、あゆみとしのぶが一緒にいた。しかし、ゆのの姿はどこにも見えない。確かに。なにこれ、どういうこと？その、ごめん、実は、あ、閉じ込められたけど、え、今の何？鍵かけられた？ちょっと、嘘でしょ？呼び出されたってこと？嘘、開かないんだけど、誰よ、何やってんのよ、私らが中にいるんだって。何よ、何が起こってるの？ねえ、カレン、どういうこと？あんたを呼べって指示されたのよ。例の動画をばらまかれたくなかったら従えって。誰によ？わかんないわよ。メールで命令されたの。やらなければ手痛い報復をするって。ちょっとそれって、クルスが言ってた例の黒幕だ。何か仕掛けてきたんだ。ならこの状況は。ねえ、どういうことなの？何の話？意味がわからないんだけど。忍はなんでここに？忍も私が呼んだのよ。あゆみ、忍、凛、私の4人をここに集めろって。説明してよ。一体何なのよ。わからないんだって。私をここに呼べって命令されただけ。なんだから、私だって説明してほしいくらいよ。カレン、どうすればいいの？あんたまで私に聞かないでよ。今言ったでしょ？わからないんだってば。でも、とりあえず落ち着いて冷静になりましょう。ごめんなさい。でも、どうしたら？普通に携帯助けを呼べばいいでしょ。焦りすぎなのよ。ああ、そっか、そうだよね。そうよ、いきなりのことでパニックになって、そんなことも忘れてたんでしょ。だから落ち着きなさいって言ってんの。あはは、そうだよね。じゃあ誰に連絡する？警察だって大事になっちゃって、先生たちに怒られちゃうわよね。牧島でいいわよ。あいつなら多分問題にしないし。確かに、あのことなかれ主義で牧島なら内密にしそうだ。二言三言注意されるくらいでおとがめはないだろう。だが、もしクルスが言ってた黒幕がこれを起こしたんだとしたら、こんな簡単に済むんだろうか。確かにね。何かもっと大変なことが起こりそうな気がするんだけど。あ、誰から電話かかってきた。誰の携帯？私のだわ。非通知かかってきてる。出ないという選択もある気がする。出て。あ、うん。はい、もしもし。え、あ、はい。なんて？スピーカーにして全員に聞こえるようにしろって。カレンがスピーカーにして、携帯をみんなの前に出した。みなさん、こんにちは。棒読みさん、ちゃんなんでしょ、多分。電話の声は機械で合成したような音声だった。棒読みチェックで人による声とは思えない。棒読みちゃん、やっぱりあの電話の。今、そのシャワールームは密室状態です。その中に密閉された箱があるかと思います。棒読みちゃんのまねできんわ。あれのこと？あ、箱。あの箱は塩素ガスを発生させる装置です。嘘でしょ？え、ちょっと本当なの？塩素ガス何それ？洗剤に混ぜるな危険って書いてあるんでしょ？書いてるのあるでしょ？あれで発生する危険なガスよ。大量に吸い込めば死ぬわ。冗談でしょ？死ぬ？遠隔操作でいつでも中の薬品を混ぜてガスを生成できます。部屋で暴れたり外に電話をかけようとすれば即座に作動させます。箱は少しでも衝撃を与えると中の薬品が混ざってガスが発生してしまいますので注意してください。室内はカメラで監視しています。不穏な行動を起こしたり、こちらの命令に背いた場合は同様です。なんでこんなことするのよ。あなたたちに罪があるからです。罪？今の転校生が来る前、あのクラスにはもう一人仲間がいたことは覚えていますか？まさか、誰？あの子のこと、誰？覚えている。以前カレンがいじめていた子だ。私がそれを阻止したが、結局その子は学校を辞めてしまった。そうです。有村さくらさんです。ですが、その子は学校を辞めてしまいました。それが私たちのせいっていうこと？そうです。あなたたちが彼女をいじめていたからです。それが罪ってこと？それで報復を？いいえ、それだけではありません。もっと大きな理由があって今回の行動を起こしました。何よそれ？それは、先週有村さくらさんが自殺したからです。室内の空気が凍った。午後。今日は何すっかな。今日から3連休だが、予定が特に何もない。せっかく着替えたし、適当に散歩でもしてよ。と言ってた電話が、直進だ、初めからだったの。
どうした？よ、今日や。お前って確かクラスの連絡用のグループチャットに入ってなかったよな。なんだそれ、そんなもんあんのか。ああ、マキシマが俺らの連絡用で作ったもんだよ。そこに、マキシマから全員教室に集まれて連絡があってさ。教室に？今からか。ああ、なんか緊急の用らしい。すぐに来いってよ。ふーん。休日に教室に集合か。これは何か起きてるな。わかった、すぐに行こう。マキシマ？おう、何の用なんだろうな。じゃあまた後で。ツバが切れる。さて、今度は何をしてきた？マキシマがこんな行動を起こすくらいだから相当なことが起こってるんだろうな。だが今は様子見しかできないか。とりあえずさっさと教室へ向かおうか。頭数が足りないことに気づいたら、すぐ何が起きてるか、何が起きてるか分かんないけど、誰が被害に遭ってるか分かりそうなもんだ。教室の前まで来る。中から人の話し声が聞こえてくるため、もうすでに結構集まってるんだろう。おい、今日や。はじめ、先に来てたんじゃなかったのか？ああ、ちょっとうんこしてて遅れた。緊張感ねえな、お前。え、何が？あ、こいつさせてないな。まあ、動揺しないように気はしっかり持っとけ。は、なんで？これ多分車が動いてるぞ。マジで？ああ、だからここからは気を抜くなよ。わかった。教室に入るとそこそこの人数が集まっていた。そして机が異様な形に端に寄せられている。机が教室の端に置かれており、真ん中にスペースが空けられている。ここで何かが始まるんだろうか。お、クルス。ソーマ、これ何なんだ？いや、わかんねえ。マキシムが全員詰まってから話すって。まだ誰か来るのか？さあ。そうか。さて、何が起こる？みんな集まったみたいね。あれ、まだ全員じゃないと思いますけど。あ、うん、これでいいのよ。急な呼び出しなんて初めてですよね。その、大変なことが起こってて。大変なこと？まず、みんなにこれを聞いてほしいの。そこでマキシマは教室に置いてあるモニターを操作した。皆さん、はじめまして。また棒読みちゃんかな。モニターから発せられた声は機械によるものだった。おそらく棒読みちゃんとかいう文章読み上げソフトだろう。栗原が言っていた電話の声だ。黒崎先生。あれ、休みなのになんでこんなに集まってんすか？絶妙なタイミング。そのモニターは、これは、今から皆さんには、この中にいる罪人を特定してもらいます。罪人？ちょっと、この人何言ってるの？皆さんはこのクラスに転校生が来る前にもう一人仲間がいたことは覚えているでしょうか？それって、彼女のことですよね。転校生以外の方々には覚えがあると思います。有村さくらさんのことです。有村さくら。いたな、そんなのも。誰だ、それ。有村さくら、お前が来る少し前にこのクラスにいた女子の名前だよ。今のお前の席に座ってた。へえ。なるほど、俺がこの学校に転校できたのはこれのせいか。彼女はつい最近学校を辞めてしまっていましたが、先週自殺していたことが分かりました。な、嘘だろ。本当なの？そんな、有村さんが。遺書にはこう書いてあったそうです。クラスで一番信頼していた人に裏切られましたと。彼女を裏切って自殺に追い込んだ罪人を特定し、皆さんで殺してください。な、何を言ってるんだ。そんなことできるわけないだろう。冗談よね。何言ってるのよ。少し調べたところ、有村さくらは、栗原、甲田、三日月、雨宮の4人にいじめられていた可能性がありました。まだ疑惑の段階で彼女たちがいじめていたという確証はありませんが、疑わしきは罰せよという言葉にうっとり。いや、逆やろ。疑わしきは罰せずじゃないのか。彼女たちにも一部制裁を与えます。ご覧ください。モニターが切り替わり、三日月たちがどこかの室内にいる様子が映し出された。それでわかるんじゃないの。リンたちだ。え、まさか本当なんですか。これで私が本気であると信用していただけたと思います。禁止事項は3つです。1つ目は警察その他外部への連絡禁止。2つ目は学校外と不必要な教室外への外出禁止。3つ目は携帯電話の使用禁止。以上です。えげつなさすぎる。あ、なんか動くなっちゃった。よし。室内には塩素ガスを発生させる装置が置かれてあります。警察に連絡したり、こちらのルールに背いた場合は彼女たちを全員殺します。殺すなんて。罪人は分からなくなりますが、私の復讐が一部達成できたということで罪人を暴くのはやめます。制限時間は3日間です。この期間内に罪人を特定して殺す。
ことができなければガスを発生させて彼女たちを殺します。説明は以上です。携帯電話はこの音声が終了後に牧島先生に渡してください。この件が終わるまで隔離しておいてもらいます。こちらは皆さんをしっかり監視しております。ルール違反があった場合は容赦なく監禁している彼女たちを殺します。別に死んでもいいというならお好きにしてください。では罪人特定会議を開始してください。映像が切れる。ほう。教室に全員が集まる約1時間前。電話の相手から説明が全て終わった。説明は以上です。今から教室に他のクラスメンバーを集めます。そこで有村さくらを裏切った者を探してもらいます。食料は最低限用意させていただきました。あなたたちが冤罪だった場合は申し訳ありません。ですが有罪だった場合は容赦しませんので覚悟してください。ではさようなら。通話が切れる。まずいことになったわね。本気ってこと？3日もこんなところにいろってことなの？冗談じゃないんだけど、今からクラスの全員を集めるって言ってたわよね。そこで桜を裏切った人間を特定するってこと？カレン、あんたに心当たりは？やめてよ、あの件はもう解決したじゃない。カレンたちが桜をいじめていたことは事実だ。しかし、イノノの時ほどではなかった。パシリにしたり、少しバカにしたりという程度だったし。私がそれを見かねて彼に詰め寄って謝らせはしたが、結局桜は気まずくなって学校を辞めてしまった。いやー、でも確かにその程度で死ぬなんてことは考えにくそうだが。とにかく一応この部屋をいろいろ調べてみましょう。もしかすると何か状況を覆す手がかりがあるかもしれないし。そうだね。おー、でも一応調べるんですね、やっぱり。さあ、こうトイレとかどうすればいいんですか？これ3日間もこの中に。塩素ガスを発生させる装置だ。見た感じ大きめの加湿器のような様子だ。外から見ただけだと仕組みがよくわからない。だが下手に触るわけにもいかないし、一か八も壊してみるか見るとか。いや、さすがにそんな脳筋なことはできないわね。それに少し衝撃を与えると混ざってガスを発生させるって言ってたし、それに3つもあるわけだし、1つくらいうまく壊せたとしてもその間に作動させられたらアウトだし、やめておいた方がいいか。ビニール袋に入れちゃうっていうのはどうなんですかね。3つとも一応調べとこうか。あゆみそこ何？わかんないけど中にバケツに入った水が3つくらいあった。あとトイレットペーパーも、あ、トイレに使えってことですね、多分ね。バケツに水にトイレットペーパー、それにパーテーションがあるってことは、多分そこトイレに使えってことじゃない？え、マジで？それ以外はないでしょ。嫌だよ。なんでこんなところで。じゃあどこですんのよ。用意してくれてるだけ まだマシよ。そこを考えられてなかったらみんなから丸見えで、しかもカメラで監視されてる状況でやらないといけなかったのよ。あ、そっか。そうよ、これくらいは我慢しな。自分たちがやったこと少しは反省した。した。みんなからあんな目で見られることがこんなに辛いとは思わなかった。でしょ？言葉ではわからないわよね、それ。うん、こんなことやってたんだね、私たち。そういうことよ、ここから出られたら心入れ替えなさいね。リン、ごめん。それとクルスに報復されそうな時助けてくれてありがとう。もういいわよ、ほら、今協力しましょう。うん。で、これそれ何なんですかね、これは。小さな棚がある。中に何か入っているようだ。忍、何か見つけた？一応ここの棚を調べてたけど、新品の水がいくつかと缶詰が何個かあるわ。必要最低限の食料ってやつね。本当に食料があるあたり、やはり何日か私たちを監禁する気なのだろう。ねえ、リン、この前のことは本当にごめんね。別にもう過ぎたことだし、どうでもいいわよ。今更忍に切れたところどうにもならないし。本当にごめん。だからもういいっての。あんまり謝られると逆にムカつくし。今はこの状況どうにかできないか探りましょう。うん、そうね。忍は桜がいじめられていると、カレンやあゆみと何度か同席して、無難な対応していた。イノの時と同様だった。もしかして裏切り者って忍のこと？忍に私の時の前科があるし、一番あり得るかも。でもまだ断定はできないか。一応頭の片隅に置いておこう。で、カレンは？カレンか、トイラはどう？
ダメ、簡単に破れそうな扉じゃないわ。仮に前衛扉を破ろうとしても壊せる保証はないし、できても時間がかかりそうよ。そんなこと知ってるのがバレたらすぐに装置を起動させてくるかもね。そうね、ここを破るのは最終手段にした方がいいかも。そっか。あの、リン、ユノの時はいろいろごめんなさい。へえ、あんたでも強制でされずに謝ることあるのね。クルスに言われていろいろ考えたのよ。サクラやユノもこんな気持ちだったのかなって。ふーん。今回のことはきっと私たちが自分本位でやってきたことが原因なのよ。この状況だって結局それを利用されちゃったわけなんだから。少しは反省したってこと？ここを抜け出せたらもう一度ユノちゃん、ユニョンにちゃんと謝るわ。そして自分を変えてみようと思ってる。もっと早くそう思ってほしかったわ。前のことも今回のことも本当にごめんなさい。分かったわよ、ほら。さっさと協力してここを出るよ。とりあえず一通り話したっぽいけど。ひとまずいろいろ調べてみたが結構物が少なかった、工事計画中ということもあって脱衣所の部分が完全になくなってるし、中のものもほとんど撤去されているようだ。今は連休中、しかも水泳のシーズンでもない。こんなところに誰かが来ることはまずないだろう。クラスの連中は外に出ないようにルールで縛られるようだし、私たちもこの中で暴れることは許されない。どうしようもないって状況ね。あとはあいつが何とかしてくれることを祈るしかないか。犯人によると今からクラスメンバーを集めて罪人を探すと言っていた。きっとクルスもいるはずだ。クルスごめん、頼むわね。黒崎先生は飛び入りだけど、つまりこういう状況ってことなの？なんてことだ。とんでもないことになったわね。リンちゃん、どうしようどうしよう。なんでまたこんなことが起きるのよ。リンちゃんいないですけどね。牧島先生、これは一体。私だって知らないわよ。こうしろって指示されただけなんだから。誰に？知らないってば。 やらないとその彼女たちが死ぬって言うから。ち、嘘やろ、マジか。教室中のみんながざわつく。想像もしてなかった事態に誰もが戸惑っているようだ。いや、大変なことになってんな。何笑ってんだよ、やばすぎんだろうが。こういうやつなんだよ、今日やって。大概イカれてんな、お前も。ん？褒め言葉かな？ちげえよ。まあ、冗談はさておいて。なかなかハードルの高い要求をしてきたもんだな。お前ならなんとかできるんだろ？簡単に言うなよ。多分相当難しいぞ、これ。マジで？罪人を特定しろと言われたが、まずそいつをどうやるかが問題だろうが、制限時間3日だぞ。かなりの無理ゲーだ。打つ手なしってことか。今のところな。なんでだよ、いつものゲスのやり方でやっちまえよ。バカか、少し考えろ。罪人を特定するには証拠がいる。だが教室内だけじゃそんなのほぼつかめねえよ。だとしたら過去の証言なんかから可能性の高い人間に詰め寄って自白させるって方法が一番手っ取り早いが、罪人は死ななきゃならない。絶対にその人間は認めねえよ。ああ、そうか。それに俺はその有村のことについて何にも知らねえ。むしろ今回は全く役に立てない可能性だってある。ち、マジかよ。じゃあどうすんの？一応やれるだけはやってやるさ。どうします？これ従うしかないわよ。でもこいつの言う通りにしてたらどっちにしろ死人は出るんすよ。それはそうだけど、でも他にどうしようもないし。はあ、難儀なことになったな。ところで黒崎先生はなんでここに？今日は出勤やったんすよ。でこの教室に来て牧島先生を助けろってメールを見たから来たんすわ。じゃあまさか先生も？その言い方やと牧島先生も変なメールをもらったってことですか？で俺はその 手助けをしろと。まあそこに指示が書かれてたんです。この件の進行役をしろって言われてるのよ。はあ、でこの後は何をしろと？みんなで会議をして罪人を特定するのよ。やらなければ彼女たちは死ぬわ。食事は最低限の非常食を用意してる。トイレは何人かとまとめていって私が同行することになってるの。そうですか。みんなとりあえずそういうことみたいから会議をするしかないわ。本当にやるんですか？ああ、かなり周到に用意された計画みたいやわ。今逆らうのはさすがにまずいやろ。そうですね。ひとまず少し落ち着いてから始めようか。みんなも混乱してるやろ。一旦間を置こうか。確かに。黒崎の言葉に全員が納得したようで反論する者はおらず、それぞれ教室内で少し一息つくことになったということで、じゃあここがクルス君タイムなんですかね。さて、また大掛かりな事件が発生したもんだな。本当にこの学校はイベントごとがいっぱいだな。
学校のイベントなんて修学旅行とか文化祭とか体育祭くらいで十分だってのに。とりあえずいろいろと計画を練ろう。やらなければいけないことは多い。事件が起きて間もないため、経過を伺いながら作戦を組み立てていく必要がありそうだ。今回やらなければならないことはメモにまとめておこう。んじゃあやるか。さあ、ミッションスタートですね。今回の猶予は3日ということになるわけで、まずメモを見ましょう。会議の進行操作。ああ、ヒートアップして破綻したい誰かが。あ、こういうのをちゃんと見てた方がいいですね。人物を空鬱化するのがいいだろう。一番信頼を得ていて発言力がある人間を空鬱化するのがいいだろう。そいつに俺の思惑通りに動いてもらう必要がある。俺の本性をある程度知っている適任者といえばあいつだろう。それに、これについては急務だ。一日目から動かないとまずい。最優先事項と考えていいだろう。なるほど。罪人の推測。罪人の推測について考えてみよう。これについては現状では何の手がかりもない。一人目の罪人特定会議の内容を聞けば何らかのヒントが得られるかもしれない。それを聞いてからいろいろ考察してみるか。なるほどな。発言力く、あ、くつくのあたりですかね。監禁者の安全確保。監禁者たちの安全確保について考えてみよう。だがこれを行うにあたって現在は何も案がない。例えば罪人の推測と犯人の目的を阻止できれば何らかの案が浮かぶかもしれない。これについて考えるのはその後だな。犯人の目的。犯人の目的を阻止することについて考えてみよう。犯人は有村さくらを自殺に追い込んだ人物を特定し殺すことを目的としているようだ。これを阻止せねばならない。だが犯人を推測できれば現状ではどうしようもない。それについて考えるのはその後な。犯人への罠。犯人への罠について考えてみよう。俺の一番の目的はこの事件を引き起こした犯人を特定することだ。黒幕を探すことだな。そのために犯人に何らかの罠を仕掛けてボロを出させるよう仕向けるのがいいだろう。だが現状では情報が少なすぎてどんな罠を仕掛ければいいのかすらわからない。犯人の目的を阻止できる案が浮かべば罠に関しては何らかのヒントになるかもしれない。これについて考えるのはその後だな。犯罪人特定会議。あー危ないよあー危ないよ。よし、といったところで、まあ、今回はこの辺で終わりますが、協力者をまずは探すといったところですけど、なんかもう阿久津くんについてますね、マークがね。多分阿久津くんなのかな。はい、それではまた次回よろしくお願いします。ではまた。